今回は膝の痛みの原因で非常に多いねじれ膝を改善するためのスクワットを紹介したいと思います。膝の痛みのある人はこの図のように膝がねじれていることが、ね、非常に多いんです。このねじれというのは実はこの模型でやると膝の相対関係、上と下との相対関係で起こるんですが、この膝が痛い人は膝が外側にねじれているんです。この相対関係といったのはこの下の骨が外にねじれてもこれねじれてますね。上の骨が内側にねじれてもこれねじれるわけです。だからこれを改善しようと思ったら下の骨を内側にねじってもいいし、上の骨を外にねじってもいいわけです。今回は上の骨を外にねじって改善するスクワットを紹介したいと思います。それでは実際のやり方をね紹介したいと思います。やり方は簡単です。もう正確に行えるようにしてください。まずくるぶし、自分の外側のくるぶしを後ろから見るようにしてください。でこれ何のためにこれ後ろから見るかというと、後ろからくるぶしを見ると体重がこちらに少し寄ります。そしてなおかつ上の骨が外側にねじるっていうことができるわけです。でもこの時大事なことは、もし外側のくるぶしを見て上の骨はねじれてますが、この時足も一緒に外側に行ってしまうと下の骨も外に行ってしまうので何もねじれません。なので足の体重はど真ん中に乗せて、そしてくるぶしを外から見るようにしてください。でそうして外から見たら膝をちょこっと曲げます。ちょっとで結構です。で曲げたら曲げたところからギュッと膝を伸ばします。この時ももに力が入るまで膝を伸ばしきるということが大事です。ちょっと曲げてギュッ、ちょっと曲げてギュッ、これだけで結構です。この運動を30秒ぐらいでいいかと思います。ちょっと曲げてギュッ、その時膝が曲がった時必ず正面に膝が曲がることが大事です。外に曲がってる時はこれうまくできてませんので、ちょっと曲げて、この時曲げた膝が前を向いてそこからギュッと伸ばす、この運動を30秒ぐらい行います。片っぽが痛いときは片っぽだけで良いかと思いますが、両方痛い人は両方、今度反対側も同じような要領でやると良いかと思いますので、それをしっかり行ってみてください。大切なことは、曲げるのはちょっとでいいです。でも、ここから伸ばしきるということをしっかり行って、ももに力が入るまでしっかり伸ばしきるということが大切ですので、これをぜひ行ってみてください。もし今回の動画の質問、また今後取り上げてほしいテーマ、そして体の相談などありましたら、ぜひコメント欄に入力お願いいたします。このチャンネルでは毎回体の痛みや姿勢などに悩むあなたのための解決策を発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。